ロバート・ゴードンはアメリカのロック歌手。パンクロックからスタートし、1970年代から1980年代にかけてロカビリースタイルで活躍。他にもオルタナティブロック、ロックンロールまで幅広い音楽をプレイした。また、俳優としてもいくつかの作品に出演している。ワシントン DC 郊外のメリーランド州ベセスラ出身。1956年。 9歳の時にラジオでエルビス・プレスリーのハートブレイクホテルを聴いてロックンロールを志す。彼はジーン・ヴィンセント、エディ・コクラン、ジャック・スコット、ビリー・リー・ライリーなど当時のスターの曲を片っ端から聴き影響を受けた。ベセスダのチェビー・チェイス高校では演劇部でウエスト・サイド物語のトニーを演じた。1964年。 ザ・コンフィデンシャルズのシンガーとして17歳でデビュー。ゴードンをメインシンガーとしてフィーチャーしたコンフィデンシャルズは、サマータイム、マネー、ゼアイズ・サムシング、オン・ユア・マインドなど、当時のヒット曲のカバーをレコーディングした。しかしこの頃から、ロックンロールよりも、黒人アーティストの R&B や、ソウルミュージックに夢中になる。当時のブリティッシュ・インベイジョンにはさほど興味がなく、 ジェームス・ブラウン、オーティス・レディングなどのソウルシンガーの方が好みであった。彼は、ワシントン DC の有名なハワード・シアターで、働きながら、数多くの R&B シンガーを間近に見た。反戦ムードが高まった1960年代、後半の不穏な時代、彼は、ワシントン DC の州兵として働いた。後に、ベトナム戦争に行きたくなかった。と述べている。 1970年にニューヨークに移り、数年後にパンクバンドタフダーツに加入。1976年、ニューヨークのライブハウス CBGB で他のローカルバンドと共演。その模様を収めたライブコンピレーションアルバムライブアット CBGBS にはタフダーツの曲が3曲収められた。翌年、レコードプロデューサーのリチャード・ゴテールがタフダーツを引き連れて、 リハーサルに励むゴードンと出会い意気投合。二人は正当派のロックンロールアルバムを作ることで合意する。ゴードンは当時すでに伝説的存在になっていたギタリストリンクレイの起用を提案。ゴテールはすぐにレイと連絡を取り、プロジェクトはスタートした。1977年、ゴードンとレイの二人はプライベートストックレコードからデビューアルバム。 ロバート・ゴードン・ウィズ・リン・クレイをリリース。評論家からの評判も良く、セールスもまずまずだった。エルビス・プレスリーの詩と同時期にシングル、レッド・ホットをリリース。ロカビリーナンバーとしては珍しく、ラジオで頻繁にオンエアされた。1978年、プライベート・ストックから、セカンドアルバム、フレッシュ・フィッシュ・スペシャルをリリース。 かつて、エルビス・プレスリーのバックを務めたことのある、コーラスチーム・ザ・ジョーダネアーズを起用し、ブルース・スプリングスティーンが、ゴードンのために、新曲、ファイヤーを書き下ろし、キーボードもプレイした。しかし、アルバムが好調な売り上げを記録しているさなか、プライベートストックレーベルは倒産。気を取り直して、RCA レコードに移籍し、 憧れのエルビスと同じレーベルに自分も所属するという長年の夢が叶った。意見の相違から、プロモーションツアー終了後に、例と他元を分かったゴードンは、新ギタリストとして、クリス・スペディングとコンビを組み、1979年2月に、サードアルバム、ロック・ビリー・ブギーをリリース。タイトルトラックのほか、ウォーク、オン・バイ、イッツ・オンリー、メイク・ビリーブ、ザ・キャット・マンが、 ラジオで取り上げられ、アルバムはヒットチャートのトップ100にチャートインした。クリス・スペディングと組んだ日本公演1980年リリースの自作バッドボーイは商業的に失敗し、ゴードンはスペディングとのコンビを解消。新たにダニー・ガットンとコンビを組む。1981年には RCA における最後のアルバム r u g o n a b e t h e をリリース。 マーシャルクレンショー作のサムデイ、サムウェイをシングルカットしチャートの76位まで押し上げた。アルバムも20万枚を売り上げてゴードン最大のヒットとなった。1980年代前半はガットンと共に精力的にツアーを行い、そこでのベストパフォーマンスを収めたライブアルバムザ・ハンブラーがエナジーレコードからリリースされた。しかし、 次のアルバムの予算の問題で RCA と対立して解雇され、以降ゴードンは長い沈黙の期間に入る。1990年代を通じて第一線から退いていたゴードンだが2005年にクリス・スペディングとのコンビを復活し、ヨーロッパツアーを開始。デンマーク、スウェーデン及びフィンランドのライブのハイライトを ザリーユニオンツアーとして、自身のレーベルクライメートコントロールから、発表ほか、フランスのレーベルラストコールから、アムステルダムでのライブを収録した、DVD、ロッキン、ザ・パラディーズをリリースした。ゴードンとスペディングは2005年から2009年まで、大規模なツアーを観光、また、エルビスの没後30周年を記念して、 フレッシュフィッシュスペシャルで共演したザ・ジョーダネアーズを再度昇返しエルビスの曲をカバーしたアルバムをワーナー参加のリコジスクからリリースした一時不調に陥ったが直近のライブではだいぶ調子を上げ全盛期の歌声を取り戻しつつある現在でもマイナーレーベルからオリジナル作品を発表したり過去の作品のいくつかが再リリースされるなど地道に活動を続けている オールドスタイルのロックンロールはパブロック勢に大きな影響を与えたほかストレイキャッツなどと共に1980年代前半のロカビリーリバイバルの立役者となった1976年にパンクニューウェーブをテーマにしたアモスポー監督のアンメイドベッズでブロンディのデボラ・ハリーと共演した1982年には50年代スタイルのバイカームービー ラブレスで、ウィレム・デフォーと共演した。ゴードンは、サウンドトラックのほとんどの曲を書き、評論家には、映画本編よりもサウンドトラックの方が評判が、良かった。映画は当時工業的に失敗したが、後年カルトムービーとして、人気を博した。アメリカンオリジナルアルバムのみ、ハット ABCD ディエラン、アルジャン、ルック・フーズ・ブルーザ、ロバート・ゴードン・ストーリー、 ナウディグディス二百五十四メイ二千四。Now, 4, ありがとうございます。